お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちら、施設だけやっていきたいと思います。というわけで、最近ね、こうやってちょっとね、ネタ系のやつね、よくやってるんで、なんか面白そうな企画とかやってほしいなったら、ぜひね、コメント欄にね、お願いします。あと、チャンネル登録、高評価の方もぜひ、お願いします。というわけでね、今日はね、施設のみやっていくんですけど、まあ、施設もね、意外とカードがあるんですよね。この8枚で今日やっていくんですけど、他にね、まあ、大砲とか、迫撃、あとはボムインフェ、あとエリポンもだね。そう、エリポン入れるかめっちゃ悩んだんですけど、エリポン置いても、エリポン守れないし、なんか攻められても終わるなと思って、エリポンはね、入れないことにしました。というわけで今日はこれでやっていきたいと思います。で、ちなみにもう言っとくと、めっちゃ地味です。施設だけは、わかる通りね、小屋小屋なんですよ。もう小屋みたいな。超小屋小屋なんですよね。ただただ小屋小屋が進化しただけで、まあ、そこにクロスがね、入ったよっていう、ただそれだけなんですよ。だからいつもの小屋小屋みたいな感じになります。すごい地味です。まあ、地味なんですけど、意外と強いです。はい、これ結構やりました。もう触ったんですけど、だから思ったより勝てます。というので、今日はね、マジで、グルテ0からなんですけど、まあ、5勝ぐらいまで目指してね、やっていきたいなと思います。で、これはね、最終の決で一応5分取りで確定ダメージを与えることができるんですけど、まあ、それ以外に関してはね、ちょっとダメージあんま通らないんで、まあ、祈りですね。小屋置いて、祈るゲーなんですけど、さあ、バルーンが来る。で、バルーンとか、ホグとかに関しては強いです。というのも、通んないですね。相手のこの、攻撃が。そのね、バルーンとかね、その辺引けると、熱いんじゃないっていうので、さあ、小屋しっかり溜めてね。で、高めテストラとかで、圧かけながらな、いけるなって思ったら、ちゃ切ります。で、今回、迫撃砲も入れなかったんですよ。多分、ほとんどの人は、まあ、迫撃クロスとかね、想像つくと思うんですけど、攻め、あれ迫撃砲入れないんだみたいな。そう、迫撃で攻めて、迫撃やられてもクロスで攻めるみたいなのを、まあ、思いつくと思うんですけど、無理です。そんな攻めれないですし、攻めても守れないんで、攻めカード1枚だけにしましたね。1枚と、あとまあ確定で、絶対削れるゴブ取りっていうので、まあ、それ以外は本当防衛カードだと思ってください。マジスペルないとね、すごい不便なんですよ。なんか、相手のね、ナイトとか、まあ、なんでもいいんですよ。メガネとかの後ろに、コウモリとかいるだけでもう何もできなくなるんですよね。それがきついんで、なんかヤリゴブリンがもうザップ代わりみたいな。で、よいしょ。で、墓石はね、まあ、スケルトン部隊みたいな感じで、なんか気合で頑張っていくしかないんですけど、まあ、今回な、このポイズンがうぜえな。どっからどっかけてうぜえな。だネクロもうぜえな。という感じで。まあ、さ、右の子にテスラがすげえ。おー、来るよね。いや、これちょっとワンチャン釣れないが怖い。待ってよ。あ、でもこれ施設がマジで。バルーン。何回でもバカ落とせる。オッケー。で、相手がね、ネクロとかライドラとかで、ちょっとコストが高めなので、高めのコストを割いた瞬間にね、チキっていきたいね。よいしょ。さあ、できるだけテスラは延命していきたいと。で、右サイドね、ポイズンで削られてるんで、左サイドにこういきます。で、今、ポイズン使ったので、いってろー！おい、通してくれ。てかワンチャンなんかポイズン削りですげえ逆転されそうなんですけど、あれサタやばい。一応、バルーンは通んない。バルーンは通んないんだけど、ポイズンと、なんか地味なダメージがね、いや、マジで本当にね、マジで地味なんですよ、これ。ね、最悪だマジで。本当に。もうちょっとなんかド派手に行きたいんだけど、もう施設置くしかできないんだよね、僕は。いやでも、ここでね、あれちょっと、ラットさん、負けそうじゃないですか、と思ってる方も多いと思うんですけど、まあ、こっからしっかり勝てばいいよねっていう。さあ、テスラもね、ちょっとクロスにつなげていきたい。で、あとは問題は俺、どこを攻めよう。何を攻めればいいんだ。一旦右にプレッシャー与えたんですけど、ぶっちゃけ左をね、攻めたいよねっていう思いがあるんだけど、いや、こうなったらもう、いや、さすがに、あー、落ちるんかい。いや、なんだこれ、カットなに複雑だな。カットしてえな、この試合。全部こんなになるんだろうな。という風な、ほんとすごいな、地味な試合を繰り広げていくんですけど、まあ、勝てばいい、なんでもいいみたいなとこあるか。さあ、よろしく。で、クロスとかも防衛で使いたいっちゃ使いたいんですけど、まあ一生攻めですね。まあ小屋小屋にスペル打たして、まあクロスで攻めていきたいよねっていう。よし、さあ一旦声を置きます。マジ、ラバとか来てくれたら多分ね、相性いいぐらいだと思ってるんです。あー、これ、マジゴルナイエグいんですよ。これマジであれチートなんですよね。本当になんか、もう俺の置いてる小屋すべてに体当たりしていくんですよ。やばいっす、多分。マジ俺置くしかできないから、これに全部体当たりしていくんですよね、あいつ。やばいって。いや、せこいって、それ。待ってくれ、待ってくれ。待ってくれ。いや、墓石さ、いや、やばくない？マジでお前。やばい、マジで、やばいよね。いや、は？ありえん。下方はよ。ありえんよね。やばくない？終わっちゃったわ。ゴルナイさ、まあ、このランダム要素も含め、消してください。小屋小屋使う身からすると、無理なんですよね、運営さん。ゴルナイはね、下方じゃないですね。消してください。はい。ヒールとね、同じ道をたどらせてあげてください。いやー、これきつ。普通に止まんねんだけど、濁念とかもなかなか犯罪レベルなんだよね。で、まあ、このデッキね、一番大事なのはやっぱテスラなんですよね。結局テスラがマジで強いんで、どれだけテスラを延命させてあげれるかみたいな。おい、マジで。おい、テスラを延命させてっていうところでテスラだけを壊していくやん。マジかよ。はい、下方はよ、お願いします。無理です。いや、ゴールナイやばい。マザネクとかさ、なんでもきついの。別になんでもきついんだけど、遠距離系。マザネクきついし、マジアちゃんもきついし、あとはなんだ、プリンセスとかフキアとかロケホーでさえも、マジで無理なの。本当に泣きたくなるんだけど、それと同レベルぐらいでゴールナイ無理なんですよ。やばいんすよね。俺の置いてる子は全部壊すからさ。いやー、しかも HP さ、高すぎてさ、解けないじゃん。あれ、やばいよね。犯罪なんだよ、マジで。やばい、めっちゃゴルナイにイライラしてくるね。このデッキ使ってると。マジで、ゴルナイは強すぎるだよ。やめてくれよ。さあ、マスターパンチ一発？いや、でけえ。さあ、ホグか？ 2.6 ホグか？ 2.6 ホグが通んねえぞ。よいしょ。さあ、このね、鉄壁の城いっぱいあるからな。だって10個白あるから。10個じゃない。8個か。8個施設入ってるって当たったことないでしょ、君。ね。8個だよ。ホグこれ、どうやって突破すんのって話なんだよね。よし。俺は、じわじわね、ヤリゴブリンとオーブンと、ゴブドルで削ってきた。いや、相手のこのね、セミファイブめっちゃね、ズルなんですけど、相手はこれ気づかないんですよね。僕が、クロス持ってるってわからないので、これマジで、ザップか。ウッドじゃないの、熱い。マジで熱い。そう、クロス持ってるの知らないから、一生小屋置いて、マジで小屋デッキに見せかけるんですよ。てか、まあ見せかけることもないんですけど、小屋デッキなんですけど、マジ一生小屋置いて、耐えてると、やっぱね、小屋置いた瞬間に、こう、ファイボとかポイズンとか絶対スペルを使ってくれるんですよね。その瞬間に、いつかエリアで取れるタイミングがあるんですよ。置いたら、やべえ、ちょっとすぐ壊してってなって、コスト6コストか7コストしかないのに、相手がね、ファイボとかポイズンとか打ってきて、相手のコストがないタイミングあるので、そこでね、チキテスラクロスを置いてあげれば、もうグッドゲーミング。おらで、テスラ、お飛ぶな。これテスラ延命したいんだよね。まあ、ババコヤ延命っていう、さ、で、ポイズンとかね、打ちたくなってくるんですよ。そう、ファイボとか今。いや、ファイボちてえなーって今めっちゃ考えてます。いや、考えすぎじゃね？で、でも俺今テスラねえのか。テスラねえからもう適当に攻めます。まあ、一旦小屋置いて、ゴブドレス、オッケー、テスラクロス整った、いきます。いや、もうなんなら、テスラクロスやる前にもう死にそうなんですよね、相手が。マジで死にそうな。いや、これテスラやめします。テスラ命。で、壊れろ。あ、墓石邪魔！ファイブ使った。よし。で、クロスで攻めながら、ゴブ取りでもね、攻めると。いやー、いいインドラだ。ここテスラがあるとね、また良かったんですけど。まあでもこんな感じでね、勝てそう。なんかね、単純に小屋の小屋の力でゴリ押ししてるだけなんですよね、なんか。まあでも、勝てばいいか。さあ、ちょっと暇なんでね、テスラ置いていきます。テスラ置いて、クロス立てまーす。こんにちは。で、ゴブドリも飛ばしたいですね。で、うまい、それ。いやー、延命が限界があるんだよな、俺も。クロスもう一個ぐらい下に。いやー、入った。熱い。オーケー、ゴブリンか。オーケー、ナイス。ちょん。いや、なんかね、勝てるんですよね。意外と勝てるんだよ。オーケーオーケー。まあ、まだ2勝だけどね。どんどん行こう。まあ、意外と勝てるんだけど、とりあえず地味っていう。もう弱点そこなんだよな。さあ、小屋置いていこう。で、逆サイ攻められても、ごぼうりでも、宝石でも、あエリジャイ君。これはね、どうなんだろう。相手のエリジャイ通んなくないって思うんだけどさ。いやー、結構手札がね、渋いな。めっちゃ地味な宝石。ババコやごぼうりあってさ、相手が止まんないよね、普通は。普通止まんないよね。で、いやーやべえこれ。マジ一番やべえやつ来た。あのね、マザネクがね、マジで、化け物なんですよ。でもマザネクはね、檻でやれる。檻とね、オッケー、オッケー、ナイスナイスナイス。いやー、待って待って。いや、墓石とかババ頑張れ。いやー、いて、エリジャイさ、ババコアに行くプランだったんだよな。いや、まあでも、エリジャイはね、ぶっちこっから通んないんですよ。こっから通んなくて、じゃあどうなんのって話で、マザネクですね。ライトとかうっとしいな、この辺に。あとはサイドを変えるのも、俺からしたら大事かもしんないね。さあ、サイド変えて、マジ、エリジャイは通んないですね。マジで、マザネクだけね。いや、これちょっと攻めちゃいます。ダメージ稼ぎたいのと、左サイド許容できるんだよね。これガン無視で来たとて、いや、これ耐えれないのか？いやー、ババコや、マジで命。いや、後ろ行くか。どこの天才やねん。お姫様か。さあ、やばい。いや、ほんと、アチャクイはね、あっちで受けたいんだよね。アチャクイだけずらす。いや、エッジ墓石。おっつ熱い圧力はね、ターゲット取りながら、いや、マジでさ、あるよね。いや、マジで、マザネクの豚が入ってるだけなんですよね、僕。うん。いや、本当にある。あとは、こっからだな。こっから。ハード。でも、相手も突破できないから、ぶっちゃけ。俺、ババコヤ置きたいな、ババコヤ。ババコヤ置きたい。マジ、ババコヤ最強クラス。で、マッチョ釣れるんかな？釣れんかったら墓石で。奥釣れる。おい、せこいぞ、それ。いや、防衛クロス置こうかな。マジで小物系がね、バカ吉。さあ、テスラも置いてあげて。やばい。いや、防衛クロス。にゃーくそーふざけんじゃねえよー。やめてくれよ。一歩折れそう。手前にすればよかったか。一本折れてくれ。一本折れずる、一本。なんなら相手さ、これ、平石。勝った。相手最後、なんか、LJ 出してたの、沼っすね、あれ。いや、マジか、勝っちゃったな。まあ、とりあえず、公演無理っすね。公演やばい。だから、もう完璧になんか、アチャクイには墓石、マザニックにはごぼうりをね、こう完璧にやればなんとか耐えれるの。まあ無理なんだけどね、そんなこと。一歩間違えば全部豚になってくるから。そう、この小屋もね。おー。さあちょっと。まあ、檻とテスラと。頑張ってもらい、ネクロとかもね、まあ、地味に嫌だけど、マッスルマジで強いんだよな、これ、ごぼうり。で、よいしょ、施設あるんで、施設しかないですけどね、ちなみに。オッケー。いいんじゃないしかも今、エリジャイロイフグ使ってるから、クロスな刺さりそうなんだけどな、その後守れないんだよな、刺さった後が。いや、これあるな。結構、相手コスト使ってんすよ、これ。エリジャイネクロロイフグよ。うわ、マジかよ。最強来ちゃった。いやー、これはずりーな。まあ一旦防石で耐えます。最強ね。もうアチャ食いメタですね。まあまあアチャ食いはまだマシよ。まだマシよ。ネクル、いやグッドゲーム、どっちやそれ、どっちや。いやマザネクがないなら全然いけるよ。うん、さあゴブゴや、あとオーブンでダメージ与えながら防衛はねババコです。いやババコバカ強いな。ランバー、エレジア、ロウヒョク全部受けれる、全部受けれる。まあネクロがたまるぐらいかな、弱点は。さあさあさあ、え、てかレベル12なんだけど、お前、え、あ、ミラーかすごい、びっくりした今。いやでこれはゴボリ使ってババコ延命した方がいいですね。うん、さあ、いや熱っあ、相手これ諦めの方のグッドゲームだったっぽいですね。いやオッケー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 。さあ後ろに隠れてね、いけ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 、マジ強いマジ強い。いやー、あと一発、あいつだけやってくれればもう何でもいいんだよ。さあ、小屋、これ4種類の小屋がさ、溜まることってあんまないよね。あんまないんだよ、俺は。俺のトロタイは。みんなはもしかしたらされたことがあるかもしれない。俺もされたことあるよね。小屋4つ貯められるみたいな。全種類。いやー、さすがに勝ったな。これ相手のエレジアが通んないですね。いや、しかもこれ、墓石とババとこのさ、完璧な陸受け完璧な陸受けない墓石。墓石強えんじゃねえかっていう錯覚に陥る。あ、きゃきゃ。ロウヒョクで1ダメージも通りません。あーげー。さあ。で、墓石に耐えながら、ちょっと置く場所がねえんだ、置く場所が。置く場所がねえからいっぱい置いてあげて。いや、なんかかわいいね。こう、家がいっぱい建っていく感じね。なんかクラロワで味わえない感覚を味わってる気がする。さあ、グッドゲームだ。いや、まさかの 4-1 まで来ました。いや、正直ここまで来るとは思っていなかった。いや、マジか。思ったより勝ててる。さあ。ちょっと強そうだな。名前の圧が。とりあえず、オーブンとかも低めに置いていきたいな。やっぱ高めだと、相手のベビとかホバとかで簡単に壊される可能性があるんですよ。まあ、低めだとね。よいしょ。いやー、やべえ、コウモリ来た。いや、こいつマジでやべえ。チートカード。いや、コウモリってか、やばい、マジでやばい。オッケーオッケー、まあまあまあ。溶かすことができればいいんだけど、直接処理できないから、まあ、うわー、やべえ。ロイジェイプリンですって。ロイジェイプリンですって。これちょっと許容して、いやー、許容したかった。待って。痛い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 。いやー、これやばいわ。マジで、なんでなんでロイちゃんにフキヤもプリンもいるんだ。俺の大事な我が家が。いやー、これやばい。多分メガネタとかもいるやつだな。いや、これはね、勝てないよね。いや、いいオーブン。もう待つしかできない。で、ロイジェイとメガネタいるんでしょ。まあ、クロスを通すのは不可能だな。クロスを通すのは不可能だけど、ガチ気合でなんとかする説あるな。これ逆サイにさ、ロイコウモリ来ると嫌なんだよね。でも同サイなら全然いいっていう。よしよしよし。いや、マジで、全然あるんだよね。可能性としてはすごいあるんだけど、それは序盤かもしれないな。多分2倍タイムになるともうプリン吹きや、無限みたいな。いや、これ熱いな、今。いや、これマジ熱いんだよ。延命したかったよな。いや、墓石マジ強い。いやー、悩む。いやー、熱い熱い熱い。いやー、クロス、いつ通すか、これ。むずいけど、でも相手スペルないデッキなんで、いや、全然あるんですよ、マジで。本当にね、マジであるの。で、これ、やりゴブと、ファイスピ頑張ってもらって、あとはこのテスラ延命したいね。やっぱテスラ命なんでね。いや、マジであるんじゃない？いや、あれ、ゴブドリかリガーだったらこれ熱いんだけどな。リガーたまたまウッドみたいな、施設みたいなことないか。いやー、熱いんだけどな。いやー、相手サイド変えてくるのちょっとせこいな。いや、あれ、防衛クロスしよう。一回防衛クロスしたいけど、メガナイト端前来るか、これ。そんな気がした。いや、でもなんとかならんのか、俺。いや、なんとかなるんだよね、一旦。なんとかはなる。なんとかなってねえな、これ。よいしょ。いや、待って、オーブン、早く、埋め、もう2体欲しいんだ。大きく、いや、ナイス耐えてる。いやー、ワンチャンないかな。ワンチャンないかな。いや、この目がないとよ。ずるいのが、これはまた。いや、マジでさ、天才的な、来ちゃった。やつが来ちゃった。これはやばいな。ゴブリンバレル受けるよ、でも俺。ゴブリンバレル。やばい、待って、突破された？マジか。やばい。やめてくれ。やめてくれって。これはちょっと。ハンデがでかすぎる。おぶれ。耐える。いや、ワンチャン？お願い、延命しないで。40ですよ、皆さん。45絶対ゴブリンバレル来るやんけ。ふざけんなよ。止めろや。はい、無理です。まあ、そんな感じで、遠距離無理ですね。マジで。いじめだったわ。コウムですらきつかったな。いや、でも意外と勝てたなと思ったんで、ちょっと皆さんもね、興味ある方がいれば、ぜひ、小屋じゃねえな、施設のみか。はい、やってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。